はいどうも、秋社長でございます。今日はですね、SNS を独学でやるのが絶対にダメな理由ということでね、やっていこうと思うんですけども、まずですね、こちらバズハックの動画を見ているだけで皆さんはもうめちゃめちゃ優秀でございます。なかなかない。もうみんなね、適当に私でもできるでしょう。僕ならできるかな。そうやって思うんだよね、フィーリングで。私可愛いから大丈夫とか思っちゃってんだよね。ダメになって話っていうのも、SNS を攻略できてしまったら、この資本主義の世界も全てを攻略したと同じなわけですよ。で、言い過ぎだって思うかもしれないけど、この前のね、お話でも言った通りなんですけども、この SNS をね、きちんと制覇することによって、もう人権とかを手に入れられるぐらいの、それぐらいパワーがあるんだよ。言い過ぎって思うじゃん。もう動画見て、動画見ればわかるからっていう話です。ということでですね、SNS を独学でやるの絶対にダメな理由、後戻りできなくなるぞっていう、そんなお話でございます。まずは一つ目。まず考え方が甘い。SNS って言って、所詮 YouTuber でしょ。Twitter で文字書くだけでしょ。と思ってる人いるじゃないですか。SNS を制するものはビジネスを制すですよ。当たり前じゃん。SNS って発信活動だよ。発信活動がさ、うまいってことはさ、どんどん売れるってことですよね。そうでしょ？ってことは、ビジネスにおいてさ、勝ちじゃん。要するに、SNS できると思っちゃってる人って、自分何でも売れますみたいな、そういうこと言ってんだよ。だって SNS で何でも売れるってことだからね。っていう話で。要するに SNS に関する考え方が甘いんだよっていうのも、僕はアーティストだからこの例っていうのがすごくね納得できるんですけど、演劇の台本さ書けると思っちゃってるやついるじゃんとか、イベント運営、私もイベント運営なら町内会でやったことあるわっていうところでできると思っちゃってるやついるじゃん。プロのイベント運営とかプロのね演劇の台本って違うのよ。それと同じような話をするね。私だってできるじゃねえのよ。イラストもそうで、私だって絵ちょっとぐらい書けるわじゃねえのよ。甘いの。 YouTubeっていうのにはね、サムネイル、流行、企画、演技力、すべてが必要。そしてこの見た目とかもそうね、もうキャラクター設定も全部必要。これをなぜ独学でできると思ったの？ちょ、無理だよそれはっていうお話なんですよ。野球選手になりたいのに野球習いに行かないやついますか？東大生になりたいのに塾通わない人います？いないでしょ。それと同じ、甘いんですね。 YouTube だったり SNS に関する考え方が、そして SNS の力を何も理解してない。 SNS っていうのがめちゃめちゃすごい力を持ってることに気づいてます。なって思ってます。だからこそ SNS は難しいわけです。SNS を独学でやるのが NG な理由二つ目なんですけど、無駄な努力になるんですね。結局のところ SNS ってちゃんとした方向性で伸ばしていけば、うまく伸びればそれは売上が上がるんですよ。例えば売上を上げるための SNS なのか、人気になるものなのかって全然違うわけよ。でもし仮に皆さんバズったやったフォロワー数10万20万だったとしても、売上上がんなかったらさ、実業家としては意味ないわけですよ。何言ってるかっていうと、仮に成功したとしても売上につながる動線をつなげてなければ意味がないんだその努力っていう話なんですよ。 SNS っていうのはきちんと意味がある、目的がある、だからこそ力を発揮するわけなのよ。一生懸命 SNS 独学で僕はフォロワー数増やしましたじゃねえの。それをやったとしても意味がないから言ってるんです。そして3つ目です。後戻りすらできなくなってしまう、こんな可能性ですね。例えば炎上系の YouTuber ヘズマリューね、いますけども、あの人がさ、帝人君子みたいなキャラになれますか？なれないよね。それと同じで、あなたが今ね、有名になればいいや、バズればいいやと思っていた時に、仮にですよ、ヘズマリューみたいな感じでバズってみてください。社会復帰できませんよ。こんなこと言うと、分かってるよ秋社長、こんな炎上なんかダメだよって思うかもしれないけど、ブランディングってね、結構大変なんだ。例えば大企業が SNS 運用をするっていう時に、コラボ相手、皆さん知ってますか？あの人って実は裏でこういう人とつながってましてっていうのはね、 SNS の世界、インフルエンサーの世界っていうのは芸能界に非常に近いです。そして芸能界に近いっていうことは、あまり大声では言えないですけど、とても悪い人とつながっているインフルエンサーっていうのははっきり言いましょう、います。あなたがもし仮にそのようなね、人間じゃなかったとしても、その人とコラボをすることによって、周りからどういう目で見られてしまうでしょうか？大企業がそういう人とコラボをすることによって、大企業の株価はどうなるでしょうか？この番組に出たらこういう印象になるよねとか、実はあの人裏でこういうことやってる人だからコラボしたらやばいよねとか、知らないでしょ？あなたがもし会社とかをやったり、お父さんお母さんだったり、これからアイドルになりたいとか、そういう夢を持ってる人だったら、独学でやってそういう人と絡んでさ、あなたはもう一生戻れないですよ、そっちの世界に。ケズマリューと同じ話ですよね。あなた一回そのコラボとかやったり、一回そういう印象ついたらもう戻れないんですよ。だから独学はやめてた方がいいと思うよっていう、そんなお話でございます。
4つ目はですね、続かない。どうせ続きません。これはもう僕もいろんな人のね、SNS を見てきましたけど、どうせ続きません。厳しいのよ。僕はボイシーっていうプラットフォームで毎日2本、バズハック、こちらのチャンネルをですね、毎日投稿、横動画も縦動画もやっております。これを聞くと、秋社長、あいつ忙しいのにできてるんだから、私もできるでしょ。そういう人もいるんだけど、本当にはっきり言う。一般的な人だったら、横動画を、YouTube を毎日更新も無理です。これ、無理。マジで、本当にね、やってみて、本当に大変なんですよ。僕がなんでできるかっていうと、これ結論としてはお金持ってるからなんですよ。お金でいろいろと外注をして、それで解決してるだけなんですよ。周りから見ると、みんな毎日投稿するからいけそうじゃないの。本当に無理だから。マジで甘いよ、考え方。SNS を独学でやってはいけない理由は4つあります。1つ目はですね、考え方がまず甘い。2つ目はですね、無駄な努力になっちゃう。そして3つ目はですね、後戻りできない。4つ目はそもそも続かないという、この4つをお話しさせていただきました。とは言ったものの、ここまでさ、きちんと聞いてるわけじゃん。やる気がある人っていうのはもう分かります。もしですね、 SNS を頑張りたいんだよっていう人に関しては、独学でやるのはいいんだけど、1回だけ聞いてください。独学でもいいから1回だけ相談させてください。なんか独学って本当に01でやって努力して頑張って SNS 伸ばしても、意味ない SNS の伸ばし方だったら、あなたの時間が一番無駄じゃないですか。それが良くないじゃん。だからこの概要欄の方に、2日間で SNS の方向性だったり、どうやって撮影しましょう、どうやって投稿していきましょうっていうのをちゃんとね、相談していくっていう、こちらサービスやってますので、概要欄の方からお申し込みください。これは本当にいいサービスなんですよ。だって僕とさ、フォロワー数1400万人だよ。1400万人の内山さん2人で作ったサービスだよ。めちゃめちゃいいに決まってんじゃないですか。ここまで来て納得したなっていう方は、ぜひよろしくお願いします。以上、秋社長でした。